話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。何者だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだ。俺を撃たないのか？どんな償いでもすると言ったろ。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
罪を償う。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり、こいつ使うて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな専務。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことより、これこれは何や。知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時まさか止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。
おい。 それでは出発いたします。
ルカはどこだ。天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾、行ったりゃ。ここがお前の墓場や。さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを話せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。餌になったりや。骨まで噛み砕いたりや。ワリア、バケモンかい。ハルカ、返せ。リュ、リュウジ、な、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のまねや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。
さって、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな？ああ。ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまって。どうしたの？大したことはない。しっかりして、おじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口。大丈夫よ。すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃって。このアホ。